西風南海中学校、高等学校は大阪府高市綾園に所在し、中高一貫教育を提供する市立中学校、高等学校。現在は学校法人西風南海学園の運営する戦北地域の共学中高一貫校であるが、もともとは南海電気鉄道が設立した南海電鉄の運転手を要請する。 学校法人南海学園南海高等学校が母体である。社会状況の変化により、南海高等学校は1960年代初頭には入学者が皆無となり、廃校も検討されるようになった。しかし、かねてから、堺市教育委員会や戦国地域の各自治体から地域への高校新設要望があり、学校法人政府学園理事長、平岡東邦が、 仙北地域に男子校の私立高校を新設したいという構想を持っていたことなど、南海電鉄と西風学園の要望が一致し、学校法人南海学園を同西風学園に譲渡する形で、学校法人西風南海学園が設立された。なお、学校法人西風学園とは別の組織である。1983年4月に西風南海中学校を、 併設開校し、中高一貫教育となる。上記の歴史的経緯から、男子校であったが、1999年度より、中学校が、そして2002年度より高等学校も、教学となった。教育方針、行事など、政府学園と重なる部分が多い。仏教の戒律の精神に基づく厳格な学則は、有名である。徳、剣、財。 三拍子揃った姿でルールを守り、世の中のために尽くす人間となるために、勤勉努力する理想的な人物を育成する。南海高校は中学校を卒業後新卒の南海電鉄の社員に高等学校教育を行い、南海電鉄の運転手を養成する企業内高校だった。しかし、社会状況の変化により、南海高等学校は1960年代初頭には、 入学者が皆無となり、廃校も検討されるようになった。南海高等学校は、千木郡高石町羽衣998番地に、一指定時制電気化を設置する高等学校であったが、西風南海学園はそれを引き継がず、現行地に1963年7月、全日制普通科高校として開校している。したがって、西風南海高等学校は、 学校法人は継承したものの実質的には南海高等学校と西風内海高等学校との間には教育活動上の連続性はほとんどない。夏季休暇中に勉強合宿が実施されるなど独自の教育指導を行っている。東大理3、文愛、兄弟医学部、理学部など災内勧告公立、大学現役合格を目指すコース。 一学年あたり約80から120名。京大、半大、神大など南韓国公立大学現役合格を目指すコース。一学年あたり約150から180名。高校からの編入コース。南韓国公立大学現役合格を目指す。一学年あたり約40名。2015年度より設置。毎年春に海外研修。 高2の夏季にはタイへの修学旅行が実施される。また、大手企業による講演会も定期的に開催される。1学年あたり約70名。なおスーパー特進コースと特進コースから選出される。本校卒業生クレジょうくさんトークショー出演。西風南海学園。2019年4月30日閲覧。ありがとうございます。